立憲民主党おしどりまこ、国民批判で大炎上。先日、立憲民主党のおしどりまこさん。今年の参院選で出馬する予定のですね、おしどりさんがツイッターにて、このような発言をしてしまいました。民主主義では、愚かな市民は愚かな代表を選んでしまうとなっておりまして。このおしどりさんは、放射能デマを撒き散らしていると批判を受けている人物なんですが、 このおしどりさんの理屈で言いますと、民主党政権はどうなってしまうんでしょうか。おしどりさんが所属している立憲民主党もそうですし、おしどりさんが当選したらですね、愚かな市民に選ばれたということになってしまいますが、おしどりさん、この発言すべてブーメランになってしまっており、また国民を、有権者を侮辱するものであり、 このような方は国民の代表としてふさわしくないと言わざるを得ませんので、皆様、今後行われる選挙では、立憲民主党には、おしどりまこさんには絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。